第一次、ジョンソン内閣は、2019年7月24日に、テリーザ・メイ首相の辞任後、ボリス・ジョンソンを首相とした内閣である。2019年6月7日に、テリーザ・メイはすでに保守党党首を辞任しており、同年7月23日の保守党党首選で、後継者に選ばれた。ボリス・ジョンソン内閣は57回期の議会から、保守党内閣として選ばれた。 同内閣は、同年9月3日に、フィリップ・リーの自由民主党への倶替えにより、法案可決必要な安定多数、ワーキングマジョリティを失った。2019年5月24日、EU 離脱のために、EU と合意していた、離脱協定案が、庶民員で3度目の採決も挫折したことを受けて、前任者のテリーザメイ首相は、保守党党首の辞意、ひいては首相からの退任を表明した。 かかる辞任表明では2019年のイギリスでの欧州議会選挙を受ける保守党の貫維しくない選挙結果にも言及されていた。2019年6月7日、明は保守党党首を辞任した。同年7月23日、全ドンドン市長で外務、英連邦大臣のボリス・ジョンソンは保守党党首選で、明の後継に選ばれ、保守党党首となった。ジョンソンは、 エリザベス女王に配謁し、北アイルランドの民主統一党の閣外協力協定による指示を受けて首相に就任した。翌7月24日にはジョンソンは組閣し、ジョンソン内閣が発足した。この内閣は現代のイギリスのための内閣として説明されると、ともにガーディアン紙は多文化主義的だが、イデオロギー的には単一的思想によるものだと評した。組閣の間、 ジョンソンは11人の前任の大臣を罷免し、6人の前任の大臣の辞任を受け入れた。このパージをジョンソンの名友ナイジェル・エバンズは夏の日の虐殺というほどの大した内閣改造ではないと言い表した。この大量の解任劇は英国政治史上与野党逆転ではない新内閣発足では7人の大臣が解任された1962年の長い。 ナイフの夜を超える最も大掛かりなものとなった。これを大衆紙ザさんはブロンドのナイフの夜と言い換えた。閣内に残った他の閣僚のうちジョンソンはドミニクラーブを筆頭国務大臣並びに外務英連邦大臣にサジドジャビド財務大臣にプリティパテルを内務大臣に任命した。ジョンソンは内閣に参加する大臣の数を十三に減らした。 これは第2次名内閣より4人少ない。閣僚の4分の1は女性が任命されたがこれは前の名政権デイビッド・キャメロン政権より少ない。この内閣はこれまでで最もエスニックマイノリティの就任者が多い。4人の長官と2人の補佐官はマイノリティのバックグラウンドを有していた。閣僚の17%はバメのバックグラウンドを有していた。バメの人々は イギリスの人口の14%を占めている。3分の2近くが無料学校に通い、ほぼ半分がオックスブリッジに進学している。ジョンソンは新しい内閣の称号、連合大臣を自身が怯えるために創設した。これは指導者に選ばれた時の公約として掲げたものであった。多数派からの転落2019年9月3日、フィリップ・リーが反対派に転じ、 自由民主党に倶り返しため、ジョンソンは安定可決に必要な議席数、ワークキングマジョリティを失った。同日、議会による提出議題一覧のコントロールと EU からの合意なき離脱を防ぐための議員提出法案審議を求めて21人の保守党議員が政府に反対する票を投じたため追放処分となり、さらにジョンソン側の議員数が減少することとなった。 2019年9月5日、ジョンソンの弟でオーピントン選挙区選出の議員ジョージョンソンは閣僚と議員の両方の地位を辞任する意図を表明した。この数週間、私は家族との忠誠と国民の利益の間で引き裂かれてきた。解決し難い緊張状態で議員と閣僚の役割を他の方にお引き受けいただくべき時だと思うと述べた。 2019年9月7日、女性、平等担当大臣で、労働年金大臣のアンバーラットが実職し、保守党を離党した。2019年12月12日に行われた総選挙では、ジョンソン首相が率いる与党が勝利した。第二次、ジョンソン内閣は3日後に結成されました。ありがとうございます。